リンフォード・クリスティオ・ウィー・イーは、イギリスの陸上競技選手。ジャマイカ出身で7歳の時に、イギリスに移民してきた。1992年バルセロナオリンピックにおける100メートル金メダリスト。クリスティは、オリンピック、世界選手権、コモンウェルスゲームズ、ヨーロッパ陸上競技選手権大会の4、大会すべてで、 金メダルを1993年に獲得した初めての選手であり、イギリスの陸上短距離選手として最高の成績を残した選手である。1988年ソウルオリンピック100メートルでは、ベンジョンソン、カール・ルイスの対決に注目が集まっていたが、クリスティはこの2人に次いで3位でゴールした。400メートルリレーでも銀メダルを獲得している。 1992年バルセロナオリンピック100メートルでは金メダルを獲得。1995年に200メートルの室内世界最高記録を達成する。この記録は翌年ナミビアのフランク・フレデリクスに破られた。1996年アトランタオリンピック100メートルでは決勝に進出するも2回のフライングで失格となった。ありがとうございます。